神話の中に登場する一角獣ユニコーン。古から伝わるその名は今時価総額1000億円を超える超有望スタートアップの代名詞となった。テレ東ビズシリーズ企画密着ネクストユニコーン。There is a solution available in the nature. Mother nature has every problem solution. 25歳のインド人 CEO が沖縄で設立し、日本人とタッグを組んだ異色の企業 EF ポリマーが今回の主役。作っているのはおむつなどでおなじみの高吸水性ポリマーだ。ただその原料が普通じゃない。なんと果物の皮からできているのだ。このオーガニックなポリマーが干ばつ被害に悩む農家たちを救っていた。さらに環境に優しい保冷剤への活用も。そして投資家たちはなぜかインドに大集結。ゲームチェンジャー、世界を変えられるというふうに思っていますね。母国インドで天才と呼ばれた創業者はなぜ日本から世界を目指すのか。急速な成長を続ける彼らの半年間に密着した。沖縄本島の北部に位置する名護市。沖縄特産の柑橘類シークワーサーの収穫が行われていました。果汁にはビタミンやクエン酸が含まれ、最近は健康食品として人気です。そこにやってきた男性たち。こんにちは、ナレンです。よろしくお願いします。弊社社長の枠川です。はじめまして、よろしくお願いします。こちらはインド出身のナラヤンさん。美味しい。でもお目当ては果実ではなく皮の方。 Maybe there is one possibility to make polymer, but maybe there is another also possibility to make different product also. 80% ぐらいは廃棄ですね。これが有効利用できるんであればもうこの上ない。シークワーサーのジュース工場の外には果汁を絞った後の皮が山積みにされていました。これを有効活用できるというナラヤンさん、一体何をしようというのでしょうか。こちらは沖縄県恩納村にある沖縄科学技術大学院大学、通称オイストです。その一角にある部屋を覗くと、白衣に着替えたナラヤンさんがいました。実はナラヤンさん、ここにオフィスを構える EF ポリマーというスタートアップの創業者なのです。社名にもなっている EF ポリマーとはエコフレンドリーなポリマーという意味。This is a EF polymer. So this is made from the bio waste like orange peel, banana peel. 中に水を入れるとポリマーが水をみるみる吸収。自重の最大100倍程度まで水を吸収できるといいます。一般的な高吸水性ポリマーはおむつや保冷剤などに使われています。その原材料となるのはポリアクリル酸ナトリウムという石油由来の成分です。一方 EF ポリマーの原料はなんと果物の皮。持ち帰ったシークワーサーの皮は
新たな原材料候補の一つなのです。その作り方を見せてもらうと、まず乾燥機に入れ水分を飛ばします。さらに湯の中に入れて攪拌。こうすることで果物などに含まれるペクチンという物質を取り出していくのです。取り出したペクチンに果胸剤といわれる物質を混ぜ、極秘の処理を行うことで EF ポリマーが完成します。細長い形をしたペクチンに果胸剤となる極秘の物質を混ぜると、まさに橋がかかったようになり、網目の隙間に水が閉じ込められる仕組みです。石油由来のポリマーとの最大の違いは、そのまま自然に帰ること。 This is 100% biodegradable and not affect the soil environment. This is much more sustainable for society and environment. EF ポリマーのこの特徴が最も生かされるのが農業の現場です。1平方メートルあたりわずか 2g から 5g を混ぜるだけで、作物の生育に良い効果を発揮します。 EF ポリマーが土に還るまでの半年間、根の周りで水分を保ち、作物をよく育ててくれる仕組みです。沖縄の農家の試験栽培では、肥料を減らしても人参の収穫量が2割も増えました。 EF ポリマーは1キロあたり2200円ほどしますが、使用する量が少ないので元は取れるといいます。ポリマーを使った料金と収穫量が上がるのと、こっちの方が上に上がるんやったら絶対使った方がいい。EF ポリマーを使った実証実験が東京農業大学でも行われています。砂漠緑化などを研究してきた中西教授は、植物性でそんだけ その超高吸水吸水性を持ったものっていうのはおそらく初めて。いろんなことが検証されると、本当に最終的にはウルトラな農業物資であると、資材であるというふうに言い切っていいと思いますけど。こんな小さな研究室でも製造できてしまうのが EF ポリマーの特徴の一つ。キヤノン出身で高分子が専門の八木澤さんは、作り方の秘密を初めて知った時、そのシンプルさに驚いたといいます。単純ながらも工夫されていて、考え方一つ一つやっぱり合理的なんですよね。無駄がないかといって、やはり最先端の科学の技術というものはしっかり抑えた設計になっています。うん、申し訳ないですね、抽象的なことしか喋れなくて。本当に EF ポリマーは従来の常識の枠を超えた発明品なのです。こちらはオイストの中にある EF ポリマーの本社オフィス。ここでは12人のスタッフが働いています。研究者でありながら CEO の顔も持つナラヤンさんを日本人スタッフたちが支えているのです。吉川さん、はい、He's a CFO. CFO? Yes, yes.Nikal san, our media section, he is managing all. Ishi san, our logistic and all operation, he is managing. Ginji san, he is managing all the customers. このうち吉川さんと中尾さんは、もともとはオイストの職員でした。そのオイストとは一体どのような大学なのでしょうか。
なんとその敷地面積は東京ドーム42個分の200万平方メートル。国が支援して2011年に開校。海外からの学生がおよそ8割を占めています。学生1人当たりの成果では東京大学をも上回ると言われる日本トップクラスの大学です。ナラヤンさんもオイストにある電子顕微鏡などを駆使して EF ポリマーの改良研究を行っています。This is very good for you can understand how your product or structure is look like, where is the cross linking or those kind of thing. 実はナラヤンさん、インドの大学時代 EF ポリマーの原型を開発、天才と呼ばれていました。ところが20歳の時、最新の研究設備を求めてオイストのスタートアップ支援プログラムに応募。沖縄で EF ポリマーを完成させ起業したのです。 I think this kind of this is very expensive and very so Oist have these resources, so I think we can utilize these resources free of cost initially when we have accelerator, so that's why we can like due to this technology we can accelerate our research more faster.さらにオイストでは企業の支援も行っているといいます。私たちはオイストの外にいる共同研究者や潜在的な投資家と EF ポリマーを強く結びつけました。こうした支援と最新設備へのアクセスとの組み合わせがEF ポリマーの技術開発における成功を直接的に助けたのだと思っています。EF ポリマーはオイストの手厚いサポートを受けて急成長。今年4月にはベンチャーキャピタルなどから5億5000万円の資金調達に成功しました。創業3年にして企業価値50億円程度となった EF ポリマーの現在の事業ステージはシード期の次のシリーズ A、 ユニコーンとなるシリーズ E 以降に向けて歩みを進めていました。今年5月、取材班はインドに帰郷中のナラヤンさんのもとに向かいました。ラジャスタン州の都市ウダイプールから車でさらに1時間。ようやくたどり着いたのは小さな村です。行列の後をついていくと、行われていたのは何やら派手なお祭り。建物の中では儀式のようなものが行われていました。その奥にはいました、ナラヤンさんです。実は結婚式のために一時帰国していたのです。参加者の中には EF ポリマーに出資した投資家たちの姿もありました。今回ちなみにいくら出資されるんですか？うちは大体1億円くらいです。はい、多分ゲームチェンジャー、世界を変えられる、はい、というふうに思っていますね。素材と科学 の、 あの業界に特化したベンチャーキャピタルです。 VC の技術っていうのはあるんです。ただやっぱり今この EF ポリマーのできて製造コストのレベルでできてるのはもう確実にナンバーワン。村の人たちの中に日本からやってきた投資家たちも混じって村は大盛り上がり。3日3晩インド流の結婚式が続いたのです。
結婚式の翌日、ナラヤンさんが故郷の村を案内してくれることになりました。My hometown, Kerali, village Kerali. Mostly spend time in, when I come back, spend time here to see the farm condition. 実はこの村には長年ある悩みがありました。乾季の水不足です。Like generally this motor irrigate in this when water is enough it can irrigate like 10 hour continuously now only 1 or 2 hour so it's very difficult to irrigate whole area this is another well but it's also empty ナラヤンさんの出身地ラジャスタン州は1年の半分以上が雨の少ない気候のため毎年干ばつが農家を襲います。別の村では雨が降らないので乾燥がひどいんだ。去年9月にトウモロコシを収穫した後は畑を耕していないよ。一方、EF ポリマーを使っているナラヤンさんの故郷の畑には牧草が青々と育っていました。 The growth is also very good if they give fertilize EF polymer in early stage the growth will be much more better like twice so it's good for even this fodder crop because this is greenery and good nutrition for the soMilk will become good from the animal. すっかり乾季の畑の風景が変わったことについて村の人は本当に嬉しいです。神様に導かれているナラヤンの成功を村のみんなが願っています。ナラヤンさんは人口300人ほどの小さな村から日本の投資家たちが注目する画期的な発明を生み出したのです。And I have interest in the science. So my father said, like, why you not, if you have interest in the science, why you not try to help me to solve this problem? So just I want to solve my father's problem. So then I ask him, okay, I will try.一年発起した17歳のナラヤンさんは解決策を見つけようと猛勉強をスタート。村ではインターネットもほとんど使えないため図書館で借りた専門書などを読み漁りました。そして目をつけたのが街中にあるジューススタンドで捨てられている果物の皮だったのです。オレンジ、we see this retaining so much water inside this, in the peel, inside the peel. Then for banana, also keeping longer moisture. So, just this kind of a hint, like coming to like, if we utilize those kind of material, there is a possibility, I think, to maybe this can be. So try.Learn, try. So this method I mostly use. すでにヒントを得ていたナラヤンさんが進んだのはインドでもトップクラスの農業技術大学。当時を知るナラヤンさんの恩師は、ナラヤンが天才であることに疑いの余地はないね。率直に言ってナラヤンが私のところにやってきて沖縄に行くと言い出した時は本当に驚いたよ。でも私たちはナラヤンを沖縄に行かせた。オイストのサポートがあったからこれほど早くこの段階に到達できたと思う。この日の夜、ナラヤンさんの実家にお邪魔しました。
ナラヤンさんの父は。息子は村一番の秀才だった。困っている農家を救う発明をした息子を尊敬しています。ナラヤンが日本に行くことを知った時も、私は息子を誇りに思いました。アイデアが浮かばない時はいつも瞑想をするというナラヤンさん。いつも穏やかな性格のナラヤンさんですが、実はまだ25歳。今後の可能性は無限に広がっているようです。